皆さんこんにちは、ワンダルケルイジです。では今回は、ハーツバイアを日本民主化、続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、ドイツがついにソ連を降伏させるというね、かなり衝撃的なニュース状況になりました。この情報を受けてですね、日本軍は、残念ながら一度ヨーロッパからの撤退を決めています。というのもですね、ドイツがソ連を食ったことによって、ソ連と事実上海を介して国境を接した状態になりましたので、国土の防衛が必要になってきたかなというところで、ヨーロッパに派遣していた軍を戻しています。で、あとはですね、ご覧のようにドイツはもう戦線が伸びに伸びきっているような状態なので、この伸びに伸びきった戦線をですね、アジア側から、つまり東側からですね、脅かしていこうというふうに考えていて、この後はですね、ウラジオストクあたりに上陸して、一気にドイツ軍とね、戦いながら、チョーク、ベルリンを目指していきたいというふうに思います。では、早速時間を進めていきましょう。まずですね、もう戦いが陸戦になってしまったので、兵力が足りなくなってきているので、徴兵制度を大規模徴兵に変えます。これは、したくなかったんですが、しょうがないですね。だいぶ兵力が減ってしまっていて、人的資源が枯渇しているような状態なので、大規模徴兵に変更します。オランダで戦っていた、その部隊を引き上げたんですが、オランダが降伏してます。いや、このまま行くと、日本本土もちょっと危なそうだな。北海道にドイツ軍が迫ってきているので、まずはね、梅津さんの部隊を急いで戻してます。ただ、オランダから戻すとなるとね、やっぱりちょっと時間がかかりますね。ルクセンブルクもドイツに降伏。いよいよ、切羽詰まってきた感あるので、ここは、梅津さんの部隊を戻して、まずは北海道の防衛。そしてですね、小磯さんの部隊をうまくウラジオストクあたりに上陸させて敵をね、カラフトで壊滅させるっていうのが基本的な戦略になります。続いてベルギーも降伏ですね。ただいいニュースもあって、梅津さんの部隊がようやく戻ってきてくれました。これで小磯さんの部隊をですね、大陸の方へ上陸させる準備にかかりたいと思います。制海権はね、日本海軍が握ってますから、ここは、制海権を頼みに、上陸を果たしていきましょう。一度、カラフトを捨てて、北海道で、ドイツ軍を食い止める作戦。これに、梅津さんを当てました。なんとか、持ちこたえてほしいなっていうところですね。で、一方、小磯さんの部隊はですね、決死部隊ということで、この後、大陸に渡ってもらいます。そこで活路を見出してくれれば、あるいは反攻作戦の大きなね、一歩になってくれるんじゃないかなというふうに期待しています。ヨーロッパの方で少し動きありました。いわゆるイタリアの本土にあたる部分、ここをイギリスが取りましたね。これによってイタリア、残ってはいるんですけども、国としての体はすでに失ったかなというような状況ですね。主だった枢軸国側の主戦力がこれによってもうドイツだけになったと言っていいと思うので、もうドイツをね、ひたすらみんなで、警戒して叩いてという状況になると思います。依然、アメリカはまだ動かずという状況ですね。小磯さんの決死隊が上陸を果たしてくれました。ここから南下するか、北上するか、ちょっと難しいところですけども、この部隊をなんとか生かしてですね、ドイツ軍にくさびを打ち込んでいきたいので、まずは、ちょっと範囲を広げて、すかさず、梅津さんの主力24師団を投入したいと思います。この24師団がうまく機能してくれれば、ドイツ軍とまだまだ、この東で戦えるというふうに思いますので頑張っていきましょう。
まずは領土を拡大して、カラフトの奪還ですかね。ではここから、小磯さんの部隊はまずカラフトの奪還、梅津さんの部隊はウラジオストク、ここの確保ということで、2つの作戦を同時に進めていきたいと思います。ウラジオストクは今ここですね。カラフトも今ドイツ軍の手に落ちてますので、これの回収と。カラフト、北サハリンのこの航空基地、飛行場をドイツ軍から奪って、カラフト一帯のドイツ軍の制空権を奪っていきましょう。もうすでに極東ロシアと北サハリン、まあカラフトの北部に関しては制空権を奪取しています。カラフトの奪還は成功しましたね。これでカラフトからドイツ軍を一掃したので、あとはウラジオストクをまずは確保して、日本本土との間に安全なシーレーンを確保した後に大陸に出撃をする部隊を増やしていきたいと思います。アメリカがまだね、参戦を決めていない状態なので、まあ、どこまで持ちこたえられるかというのはあるんですけども、まあ、いずれアメリカが参戦してきてくれるその時を信じてですね、進軍を続けていきましょう。戦車の装甲部隊なんですけれども、この機構部隊はですね、軽戦車に中戦車にという形で編成を見直します。中戦車はチハですね。今チハまで進んでますので、中戦車を戦線に投入してドイツ軍の戦車部隊とガチンコで殴り合うということを想定した部隊を投入します。チハの次、今チヌも開発中ですね。小磯さん、梅津さんの部隊には近接航空支援機と、あとは制空権を取ってもらうための戦闘機、まあ、ご覧のような数ね、ちょっと画面小さいんですけども、小磯さんの部隊の方はこの後ですね、ドイツ軍とガチンコで殴り合ってもらう、まあ、そういう東からですね、西を目指す作戦を担ってもらいますので、合計300機の航空機を、そしてウラジオストクの占領を目指している梅津さんの部隊には150機の航空戦力をつけています。航空機の稼働を増やしたことによって少し石油燃料の量が消耗激しくなってますので、アメリカからの輸入量を少し増やします。もうすでにここでね、小磯さんの部隊とドイツ軍が殴り合う状態になってますので、ここの殴り合いにまず勝利しないと厳しいですね。ウラジオストクの方はオーストラリア軍が確保してくれたようです。まあ、できれば我々の手で取っておきたかったところですが、まあ、あの連合軍側が手に入れたということで、よしということにしましょう。帝国じゃないですね、日本海軍の方は現状、本土周辺で制海権を引き続き確保してもらっているという状態です。本当だったらね、機動部隊をうまく使って地中海で大暴れしたかったんですが、さすがドイツ軍ということでね、撤退を余儀なくされてしまったので、ここは日本本土の守りをしっかり海軍で固めてもらいましょう。日本のいいところでもあり悪いところでもあると思うんですけど、本土の防衛がね、割と海軍がしっかりしていればやりやすい、まあ、つまり上陸をかけられなければ攻められることはないという地形上の利点があるので、海軍でしっかり日本周辺を守っていれば、日本本土にね、あまり部隊を置いておかなくても済むというのがありますので、主力をね、今大陸に渡らせているという状態です。ではウラジオストクを確保しましたので、この後は満州へと軍を出兵させていきたいと思います。梅津さんが負傷か、梅津さんを交代するかどうか悩ましいな。梅津さんはちょっと負傷している状態ですが、このまま現地で頑張ってもらいましょう。で、その間に増援をね、この小磯さんの部隊に送ってますので、小磯さんの部隊をできれば24師団までマックス状態まで持っていきたいと思います。少し動きがありました。アメリカ、ここまで全く軍を動かしてなかったんですけども、アメリカの軍がイギリスの制圧している
まあ、各地域に展開を始めてますね。これ、アメリカ軍の国旗ですね。しかも、全く傷ついていない、完璧なる状態でアメリカ軍が参戦してきてくれるの可能性が高くなってきたので、もうちょっとこらえれば、事態が一気に好転するかなと思います。現状ではまだ、アメリカはね、連合国入りを果たしたという状態ではないです。はい。では今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。アメリカの参戦が待たれるね、というところと、あとは、日本がね、いよいよ、ウラジオストクから、遠い遠いベルリンを目指して、進軍を開始しましたので、これの支援をしっかりやっていきたいと思います。